東部、ジュトゥーン、または、ジャドゥーンは、イギリスの SF テレビドラマ、ドクター・フーと、そのスピンオフザ、サラ・ジェーン・アドベンチャーズに登場する、地球外生命体の種族、ドクター・フーの第3シリーズ、スミスとジョーンズで、初登場を果たした。主に王の音を用いる言語を喋り、声の担当は、ニコラス・ブリックス。日本語においては、 表記揺れが発生しており、嵐地で、ジャドゥーンと表記する媒体も存在するが、本編中の字幕及び、吹き替え音声に従い、以下は、ジュドゥーンに統一する。宇宙における警察としての役割を担っているが、地球上の警察と比較してその性質は冷徹であり、地球上では重罰に当たらない公務、執行妨害などの犯罪でも現行犯で死刑を執行する。 プラズマボアと呼ばれる吸血エイリアンが地球の病院に逃げ込んだ際には病院を丸ごと月へ転送して強行捜査を行いすべての地球外生物と反逆者の処刑を開始した。プラズマボアが MRI に細工を施して地球人を道連れにしようとした際には MRI に手を加えず早期撤退を命じた。現に従来目ドクターは実際は宇宙の殺し屋と評価し、 陰徳罪として地球人千人が皆殺しにされることを懸念していた。ただし、シャドウ議提唱を守って地球上での活動を行わない、酸欠で苦しむ地球人を見捨てず、病院を月へ戻すといった、良識的な面も持ち合わせている。第4シリーズ、盗まれた地球では、シャドウ議会の場で警備に当たっている。頭部が地球の際に似たヒューマノイドであり、指は4本。 血液は黄色である。巨大な肺を持ち人間が昏睡状態に陥るような低酸素環境でも長時間の活動を可能とする。出身地の惑星は不明。鎧を身にまとったジュドゥーン。円柱状デバイスを持つ容石の大きい黒色の鎧に身を包んでおり、青色の光を放つ赤色の円柱状デバイスを携帯する。このデバイスは物体や 生物の調査が可能であり、人間、非人間の識別や MRI の異常検査に用いられた。筆記具としての機能も持つらしく、人間と判断されたものの手に罰印を書いて記録していた。この他に、異性の言語を解析するデバイスも存在し、鎧の首元にある穴に差し込んで言語データを送ることで、言語同化を行って自動翻訳が可能となる。武器として、 銃も携帯しており、赤色のレーザー光線で標的を消滅させる効果を持つ。病院を月へ転送する際には、H2O スクープと呼ばれる技術を用いた。この時病院上空に局所的な雨雲が発生し、地表から上空に向かって水滴が上昇する現象が発生していた。地球へ病院を戻す際には同様の現象が月面でも発生した。 第3シリーズ、スミスとジョーンズで、H2O スクープを用いて、病院を月へ転送し、院内に潜むプラズマボアの捜索に乗り出した。タイムロードであるドクターを非人間と感知して、処刑しようとするが、ドクターの唇の組織を移されたマーサ・ジョーンズが、人間と非人間の両方の性質を持っていたことで、足止めを喰らう。その間に、ドクターの血を吸った。 プラズマボアが非人間と識別されたため、プラズマボアを処刑して、捜査を終了した。この後、酸欠に陥った病院を地球へ戻し、ジュドゥーンの存在は、世間一般には幻覚として片付けられた。第4シリーズ、盗まれた地球では、シャドウ議会により、24個の惑星が何者かに、消滅させられた事件の捜査を行っていた。火星した代目ドクターと、 ドナノーブルにより、消滅した惑星が先日の24個に、パイロビリア、アディポーズ3、プーシュの失われた月を加えた27個であることが判明し、さらに地球上から消滅した蜂が用いていた単独化スケールを探知して、地球の現在地が判明する。受ンを含めたシャドウ議会はドクターを指揮官とした全面戦争に突入する姿勢を見せるが、ドクターに拒否されることとなった。 第9シリーズ、魔術師の弟子でもシャドウ議会で姿を現し、コロニーサーフと対面している。第5シリーズ、パンドリカが開くでは、ターレクやサイバーマンをはじめとする他種族と共に、ストーンヘンジに集結し、11代目ドクターをパンドリカへ封印することに成功する。これはドクターが宇宙を破壊するという各種族が、導き出した計算に基づいての作戦であったが、ターディスが、 ドクターの管理下を離れたことで何者かに爆破され、かえって宇宙の崩壊を招く事態に発展した。ターディスの爆破を受けてジュドゥンも一時的に歴史から消滅した。第6シリーズ、ドクターの戦争では11代目ドクターの要請を受けて、デーモンズランの戦いに参戦し、コバリアン修道会を鎮圧しているほか、第9シリーズ、カラスに立ち向かえでは、 アシルダの統治する街で生活する描写がある。第12シリーズでは、呪ンの襲来で、グロスタシャーに到来し13代目ドクターと対峙した。シリーズ1リベンジオブザスリシーンで、スリジーンの口から呪ンの言及がなされている。シリーズ3プリズナーオブザジュドーンでは、呪ンの宇宙船が地球に墜落し、護送されていた囚人アンドロバックスアナイヒレーターが逃亡した。 宇宙船を操縦していたジュドゥーンの待望は、アンドロバックスアナイヒレーターに襲われるが、四代目ドクターのコンパニオンであったサラ・ジェーン・スミスに救助される。その後、彼女と共にアンドロバックスに立ち向かったが、この過程で宇宙基本法に違反して地球人に銃を向けるなどの行動をとったため、サラ・ジェーンから地球上での活動に制限がかけられることとなった。カメオ出演。 ありがとうございます。